称した武55の受賞記念セレモニーが23日、京都競馬場ウィナーズサークルで行われた。ターフビジョンでは同騎手の過去の功績を振り返る VTR が流れ、その後に川田騎手から花束が贈呈された。駆けつけた多くのファン、騎手仲間が祝福した。王子宝章を身につけて壇上に立った武豊騎手は、本当に光栄です。ただ、 この褒章は決して一人ではいただけなかったものだと思います。競馬界、このサークル全体でいただけたものだと思います。伝達式の後、天皇陛下にお声がけさせていただいて、競馬の話もさせていただきました。とにかく緊張しましたが、本当に光栄だなと思いました。ただ、騎手として一生懸命にやってきただけで、周りに助けられ、ファンに応援していただきました。 馬とファンがあっての競馬ですし、それが第一だと思います。こんなに名誉な賞をいただけましたし、ますます精進して競馬の発展に貢献していければ、と思います、と話した。セレモニーの最後には、24日のジャパンーで騎乗するドーデュースについても語った。明日は、大一番があります。ドーデュースは、先ほどそこ、ターフビジョン。 で見たら一番人気になっていたので、ますます緊張しています。皆さんの期待に応えられるよう、精一杯起乗しますので、応援してください、と意気込んだ。道章は農業、商業、工業等の業務に精霊し、他の模範となるような技術や実績を有する者に授与される。竹豊騎手は JRA 歴代最多の4547勝。うち 82勝イコール23日強と余がある終了時点を挙げており、中央競馬の発展並びに畜産業の振興に多大なる貢献を果たした功績が認められた。